こちらは富山大学大学院医学薬学研究部生化学講座です。生化学講座では脳機能の本質の理解や神経細胞集団による記憶の符号化などを研究テーマとし、脳科学の最先端研究を行っています。講座メンバーを牽引するのは井ノ口薫教授です。記憶が脳の中でどうやって蓄えられてるかっていうのはね、分子レベルとそれから細胞レベルで、さらに言えば脳全体、それから体全体のレベルで明らかにするっていうのが目的です。将来的には得られたね、記憶がどうやって脳に蓄えられるのかっていうのを元にして、でそれを例えば精神疾患の治療だとか、もっと言えば認知症の予防ですかね、だからそういうところにつなげられたらいいんじゃないかなと思って研究やってます。現在研究とともにあるプロジェクトを進めています。それは今最も力を注いでいるのは、世界トップレベルの研究成果を出す脳科学拠点作りです。富山大学の特色を生かし、3つの目標を柱に世界に向けて研究成果を発信し続けようと考えています。一つはその世界トップレベルの研究成果を出すということですね。これは第一の目標。もう一つは今現在結構優れた人が集まっているんですけど、これを持続的に発展させるためにもね、やはり若い人を育てて、特に大学院生を育てる、それから世界中から若くて優秀な研究者を集める、で彼らを育てることによって将来ずっと持続ある研究拠点にしたいなと思ってます。まず拠点作りの第一歩として、学部学科を超えたセミナーを開催。研究に関する情報を共有、若手研究者の育成の場を設けました。富山大学の中で優れた脳科学をやってる講座っていっぱいあるんですよ。でそういうところを共有して、一緒にセミナーやったりね、あるいは海外から何て言うんですかね、優れた研究者を呼んで情報交換するとかね、そういうことは具体的にも始めてます。井ノ口教授の講座には現在留学生も含め21名在籍しており、そのうち11名が博士号を持つ研究のプロ集団です。学際的に脳科学の探究を行っています。中でも世界的に認められたのが記憶を操る研究です。人工的に記憶を作って脳の中に埋め込むということをやろうと思ったんだけど、それが記憶を操るということなんですよ。でもちろん何もない脳にゼロから経験してない記憶を埋め込むのは今の段階ではほとんど不可能なので、実際にできることということで、関係のない記憶同士を人工的に関連づけると、そういうことをやってね、新しい記憶を作ろうというわけです。オプトジェネティクス、光と遺伝学を組み合わせた技術を用い、動物の脳に光ファイバーをつなぎ、脳内の神経細胞の働きをコントロールし、記憶を操ります。関係のない2つの記憶 A と B を動物に覚えさせ、その後記憶を人工的に操作、丸い部屋は怖い場所という記憶に連合させました。その結果、動物はフリージング、すくみの体勢を取り続けました。この実験で記憶の連合に欠かせない神経細胞の存在を井ノ口教授らは発見しました。記憶が連合するときには、その記憶を連合するための接着神経細胞みたいのがあるっていうことが一つ分かったということ。もともと無関係な記憶が関連付けられて連合記憶ができるときね、何が起こるかっていうとね、緑の細胞と赤い細胞っていうのはそのまま残って、それぞれの記憶が保たれてるんだけど、同時に新しく黄色い細胞出てくるんですよ。これ何かっていうとね、緑の集団にも所属してるし赤い集団にも所属している、つまりこういったつなぎ目の細胞があることで記憶 A と記憶 B がね連合するんですよ。でこういったメカニズムがあるということが分かったんです。人工的に記憶をくっつ
つけることができるということは、逆にその原理を応用すればくっついちゃった記憶を話すこともできる。例えば心的外傷後ストレス障害のように、あるトラウマ体験の記憶と多分それと無関係な記憶が不用意にくっついちゃうケース結構あるんですよね。でこういった時にそのトラウマ記憶とその普通の日常的な経験の記憶を話すことができれば、まあ、治療にもつながると。また新たな研究として超小型内視顕微鏡を使い、脳神経細胞の活動をリアルタイムに測定する研究を始めました。記憶する際の脳内の神経細胞の活動パターンについて研究を進めています。ある領域の中で何千億って頭の中にあるんだけど、その一つ一つの小さな神経細胞がいつ活動しているか、それぞれバラバラに活動しているんだけど、あるパターンがあるんですよね。でそれを明らかにしていこうということです。例えば1000個ぐらいの神経細胞の活動を見るだけでもね、あることを覚える、あるいはあることを学習したときにどういう組み合わせの神経細胞がどういうパターンで活動したかっていうのが分かれば、今度は逆にですね、脳の活動を測ることによってその動物が今何を思い出しているか、何を考えているか、専門的な言葉で言うとデコーディングって言うんですよ。暗号の解読って言うんだけど、そういうことも可能になるんじゃないかなと思うんですよ。脳科学の最先端研究を行う傍ら、世界を視野に置いた脳科学の研究拠点作りに力を注ぐ井ノ口教授にとっての脳科学とは。脳科学っていうのは結局はね、究極的に人間とは何かとかね、自分とは何かっていうのを解明する学問ですよね。それともう一つはね、やはりその脳の病気、いろんな病気あるじゃないですか。高齢化に伴ってもそのね、精神疾患もそうだけど認知症だとかね、で結局そういうものの根本的に治す方法、あるいは予防する方法、そういうのを作り出す学問かなと思ってます。今いるメンバーでも優れた人がいっぱいいますんでね、特に中堅どころに優れた人がいるので、まあ、彼らを何とかして大学として、あるいは私自身としてもね、サポートして、やっぱり世界トップレベルの研究を持続的に出していくような体制を作りたいなと思っています。